校内交換機のオペレーター交換手とは、かつての電話機による通信において、電話回線を接続する業務を行っていた人及び、その職業のこと。電話交換手、オペレーターとも、国内通話の初期では、自動電話交換機が普及する前の1960年代頃まで存在した。またコレクトコール、国際電話、衛星電話の初期にもオペレーターが存在した。 この項では一般的な携帯の国内通話における電話交換手について扱う。八重洲町電話交換局、広島電話局市外交換室自動交換機の登場以前は共同加入回線を介して電話をかける以外では交換手の補助が不可欠だった。初期の電話機には電話番号を入力するためのコンソールがなく受話器を上げて電源を入れると 交換手の務める電話局に直通した。初古車はまず、電話局の交換手と話をする。初古車は交換手に呼び出したい相手先を伝え、交換手はその要求に従い、パッチパネルの構造を持つ手動の電話交換内により、接続用ケーブル両端の電話プラグを交換機にある初古車側、着信側それぞれのジャックに差し込むことによって回線を接続し、 互いの通話を可能にした 6.3mm 系のプラグを呼び、ジャックをフォーンプラグ、フォーンジャックと呼ぶのは、この時に交換機に広く用いられた規格に由来する。電話交換手は一般的に非常に強力なコミュニケーション能力が必要とされた。交換手の遠距離ダイヤル通話と顧客の長距離、直接通話回線が登場する前は、電話交換手が 遠方の電話局にいる相手と協力して長距離電話を完了していた。通話は完全管理の状態で交換手はプライベートな会話を聞くことができる立場だった。固定電話から固定電話への公衆回線だけでなくオフィスビル等で内線電話を裁くための交換手も存在した。代表番号でかかってきた電話呼び出しに応じ内線交換機を用いて正しい部署に接続する。 業務だった。内戦オペレーターの役割及び責任の度合いは雇用規定によって大きく異なった。公衆回線同様、交換の自動化が果たされ、受付やモーニングコールのような種類のコンシェルジュ的な業務だけが名残となった。電話交換機及びパッチパネルも参照各ジャックの上部には、各回線が自身の電話機を起動した時に点灯するライトがあった。 交換手はそのライトの点灯を確認し、発信者とつないだ。電話局からの線は通常一番下の列に沿って配置されていた。多くの交換台には交換手が通話に参加できる機能が付随していた。交換台は担当可能な交換手人数別に以下のような種類に分けられる。1880年代ニューヨークの電話交換。 男女どちらも交換手1900年パリの電話局にて、業務中の女性交換手1878年1月、ボストン電話通信会社で働き始めたジョージ・ウィラード、クロイが、世界最初の電話交換手となった。アメリカ合衆国の電話交換手、1911年1878年9月1日、ボストン電話通信会社で働き始めた、エマ・ナットが、 女性初の電話交換手となった。女性が採用された理由は、これまで交換手として雇われていた重大少年たちの態度や行動が受け入れられなかったためである。エマはアレクサンダー・グラハム・ベルに雇われ、ニューイングランド電話電信会社の電話帳にあるすべての番号を思い出すことができたとも伝えられている。いくつかの理由から、この分野の労働力としてより多くの女性が、 男性にとって変わるようになった。一般的に女性の応対は発信者に対してより丁寧であり、しかも女性の労働は男性に比べて安価であることに会社側が気づいたのである。具体的には男性の給与の4分の1から半分という額が女性への支払いであった。日本では1890年に電話サービスが開始され東京に11人。 横浜に4人の交換手が配置された。1900年には東京だけで女性330人、男性100人が電話交換手についていた。1898年、ハリオット・ダーリーがアメリカ合衆国議会議事堂で最初の電話交換手になった。通信隊女子電話交換手部隊に所属していた第一次世界大戦時の日カ国語を話す米国の 女性電話交換手はハローガールズとの俗称で知られていた。ただし彼女たちは1978年まで軍の部隊として正式に認められていなかった。電話加入者数の増加とともに交換機は高い位置にも設置せざるを得なくなった。日本では1920年代には背丈の低い交換手は高い位置にある交換機に手が届かない高さになって折り下駄が用いられていた。 さらに電話加入者数の増加が進み、回線使用量が増え、また顧客のプライバシー確保や人件費削減が求められるにつれ、電話交換は機械化されるようになった。日本では1926年に東京と横浜間で自動交換機が導入され、大都市から自動化が進んだ。米国では1983年メイン州ブライアントポンドで 交換機が交換された際、スーザングラインズが手動クランク式電話の最後の電話交換手となった。1991年でもカリフォルニア州カーマンやニューサウスウェールズ州ワーナリングのような農村部では手動の電話局交換機が稼働を続けていたが、それらは手動クランク式のマグネトを備えていない集中バッテリーシステムだった。 コンピュータ化された電話ダイヤルシステムの開発により、電話呼び出しは第三者の介在なしに発信者によって自動的、直接的に実施されるようになっている。ありがとうございます。